黒夢、ザ・エンド・コークスクリュー、A5 号、ファイナル090129日本武道館は、日本のロックバンド、黒夢の2作目のライブアルバム。会場の日本武道館1999年により、無期限活動休止となっていた黒夢を10年ぶりに、人よ限りで再結成させると、2008年に、清春より発表され、2009年1月29日に、 日本武道館で行われたライブを収録したアルバム。ほぼ、ノーカットで収録されているが、サックミーのみ、歌詞の内容により収録されていない。今回の再結成について、清春は、黒夢を終わらせるためと語っている。また、もし黒夢を続けていたら、こんな感じだっただろうということで、サッツのザ・ローズ・ゴッド・ゲーブ・ ME に収録されている、ヘイトとシー。 エーピンクシンセロファン曲も演奏され、収録されている。本作品発売の一週間後には、同ライブを収録した、ライブ DVD も発売されている。フェイクスタースプーンキャフィン、バーターマインドブレイカーキャントシーヤードバットスピード、プレイキャンディー、ベースソロマスターベーティングスマイルファスタービートハロー、CP アイソレーションやや、や、ロックエンロール CY ヘッド好衣装アフトリフェクト、 ラストプレジャーヘイト C、ー、A ピンクシンセロファン SOS カマキリシックライク、エンジェル、ありがとうございます。